私は21世紀の東アジアにおける平和と繁栄の礎を築きたい、そう決意しています。そのためになすべきこと、朝鮮半島の完全な非核化を何としても実現させなければなりません。この点について私もプーチン大統領も習主席も完全に一致しています。北東アジア地域の永遠なる平和と繁栄に向けて、大切なことはここにいる私たち5人を含め地域の人々たちが同じ方向を向いて歩んでいくことです。私はそのための努力を惜しみません。